ショッカーの敵。そして人類の味方。お見せしよう。<noise> 変身。超。おのれデスロン。行くぞ。 変身、初代仮面ライダー1号本郷拓司をやらせていただきました藤岡宏です。よろしくお願いします。2>, 2号ライダー一文字隼ト役をやらせていただきました佐々木卓司です。3>, 3代目 v ーをやらせていただきました宮内宏司です。 どうぞよろしくお願いいたしますこうやって振り返ると50年前の初代私1号2号3号とね3人がこう健在で今いるってこと自体がもう奇跡のような感じがしておりますね,すね、ええ、本当に嬉しいです、うん、今日3人で会えてお互い分敬の友と言いますか命を懸けてあの時お互いにまあ立ち向かっていた当時を思い出しながら いやーこの3人であの昭和のね、何もない、本当に、本当にこう今考えたら、CG などなかった時代なんで、特に命がけでやってきた歴史が蘇ってきて、ちょっと本当に熱くなりました彼がバイク事故を起こしたおかげで、小八がこっちに曲がってきたんですけども、スケジュールが全くない中で、お断りしたんですけども、断りきれず。 断らなくてよかった今細々と居酒屋やってますけども99.9%店を支えてくれているのはライダーファンです今でもファンだと言ってくれるのは「仮面ライダーファンです」「昔見てました昔ファンでした」 今どうなの涙流して「今でも好きです」「ファンです」言ってくれるのは仮面ライダーファンです。本当にありがとう彼が怪我をしなければ大八は僕にも回ってこなかったわけでそれを思うと本当によく怪我してくれてありがとういや <laughs> <laughs> いやいや逆なんですよ。<laughs> 本当にね もうね私は聖書様う重傷の中でね彼がそれを思って同じ養成所ね,ね一緒に学んだこの彼がですよ藤岡のためならやろうと決意してくれたことに対して今でも感謝しております<う>彼がやっぱり僕の後をね私のことを思いながら私は戻ってくるまで責任を持つということで決意してくれたこと<も>った戻ってきたらは返していいんですねっていうそれが約束で。 よかった、戻ってくる場所を潰さなくてって、本当にねバ,バトンタッチできて、本当に責任を果たせたと思って、嬉しかったです。V3 のね、宮ちゃんが、はい、お命がけでね、あの爆破の中でさ、あれだけの弾薬爆発の中でね、よくぞ今こうやって存在してるなと私は思うんだけど。<laughs> 火薬が好きなんですよ。 すごいよね、我々のことを思ってね、より総合を盛り上げるために命を張ってくれた。仮面ライダーは永遠に不滅です。また55周年、お待ちしております。仮面ライダーによって未来を作っていく子どもたちに多くの影響を与えながら、この仮面ライダーがまたついていただけますことを祈り、今日は本当にご来場の皆さんありがとうございました。 50周年おめでとうございますありがとうございましたよろしいでしょうか